この前の任務ではエレンもアルミンも無事だった。私が見ていなくても二人は大丈夫なの？よっ、ミカサから聞いたぞ。この前の任務じゃすっげえ活躍してたらしいな。さすがだね。僕なんかエレンに助けられてばかりだったよ。アルミンも頑張ってたじゃねえか。俺だってお前に助けられたんだぞ。二人で助け合っていたのね。うん、本当によかった。私がいなくてもエレンはみんなと助け合って戦える。それが分かって安心した。いつも言ってるが、俺はお前の子供でも弟でもねえんだ。そういうのいい加減にやめろって。もし一緒にいられなくても、これからはもっとエレンやみんなを信じよう。ミカサ、前より視野が広がったみたい。これって君のおかげなのかな？うん、あなたと話したことで考え方を、この世界の見方を少し変えられたと思う。じゃあまあ、これからも俺たち4人で乗り切ってやろうぜ。もちろん、僕たちみんなでね。わかった、これからもよろしく。なあアルミ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おいアルミ。ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな？ああ別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？確かに最近アルミンのやつ夜遅くまでなんかやってて、あんまり寝てねえみたいなんだよな。あの様子ちょっと心配だな。手分けしてあいつを探しに行こうぜ。僕の役立たず！いつからいたの？もしかして見てた？嫌なことってわけじゃないんだけど、実は少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな？その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな？本当？
君に頼んで本当によかったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど本当に頼りにしてるんだ君のこと。また訓練に付き合ってもらっちゃって。少しくらい無理しないと。自分で立案した演習でみんなの足を引っ張るようなことがあったらまずいだろ。アルミン、お前は他人に物を教えるのは得意なんだから、もっと効率的な訓練内容を考えてたな。それをこいつに教えるつもりでやってみたらどうだ。で、同じ内容を自分もこなせばおのずと成果は出るだろう。教えるつもりでか。うん、やってみるよ。ありがとう、ジャン。効率を考えると今くらいの訓練がベストかな。ジャンの助言と君の協力のおかげでなんだかつかめてきたよ。聞きましたよ。次の演習計画はアルミンが考えたんですよね。お偉いさんにまで頼られるなんてすげえよな。で、どんな演習になるんだ。こっそり教えてくれよ。うん、構わないよ。僕が考えた演習は実戦を想定した模擬戦闘なんだけど。木で作った的を巨人に見立てての演習ですか。あれ狩りみたいでちょっと楽しいですよね。あ、でも今回はより実戦に近づけるために段階的に前線を移動させて。なんだかんだ言っても討伐数が多いやつが勝ちなんだろう。優勝者は何かもらえんのか。いや、演習だから勝ち負けとかないんだけどな。あの二人勝手に盛り上がっていっちゃった。僕の説明少しは伝わったのかな。うん、ちょっと不安になってきた。僕の計画も少し見直した方がいいかもしれないな。一人で悩んでたらこんな前向きに考えられなかったと思う。君が一緒にいてくれて本当に良かったよ。あ、そういえばもうすぐ壁外任務もあるんだったよね。演習のことで任務がおろそかにならないように頑張らなくちゃ。さあ行くぞ。演習計画の内容をより良くするためにはこの任務での実戦経験が役立つはずだ。君の戦い方もじっくり見ておきたいな。参考にさせてほしいんだ。君が協力してくれれば演習計画の作戦もうまくいくと思う。君は強いから。はっやっ、救援要請だ。はっ、
よし、作戦を始めるぞ。ここで止める。押されてやがる。作戦を始めるぞ。やるようになったじゃねえか、エレン。しっかりしてください。まだ来ますよ。まだまだ押されてやがる。増援はまだか。行きます。どこまでも追って追って追い詰めてやる。ここで止める。私から相手してやる。さない。なんだあの巨人、引けそうだ。まだまだやります。協力してくれてありがとう。すごく参考になったよ。やっぱり訓練と実戦はかなり違った。帰ったら演習計画を修正してみるよ。お疲れ様。この前の任務ではすごく活躍してたね。君の頑張りを見てたら僕も負けられないなって気になってきたよ。今ね、演習計画の改善点を洗い出してハンジさんと一緒に検討しているところなんだ。まだ演習を成功させる自信はないんだけど、でもなんとか乗り越えられるように全力を尽くすよ。受けるんじゃなかったかな。こんな大役、僕には荷が重すぎたんだ。うまくいかなかったらもう兵団にいられないかも。ごめん。僕なりにやれるだけのことはやったつもりだけど、どうしても不安になっちゃって。
チェス？そんな気分じゃないんだけど。どうだろうね。やってみる。君も上手くなったけど、まだ僕の方が強いみたいだね。そんなことないと思うけど、104期の中でなら負けないかな。ありがとう。僕に自信をつけさせてくれたんだよね。確かに少しやれる気がしてきたかも。君もチェスの腕がどんどん上達してる気がする。お互いにいい影響を与え合えてるのかな。今まで協力してくれた君に失望はさせられない。明日の演習は必ず成功させてみせるよ。アルミ、お前こそよく頑張ってたな。あちこち飛び回ってんの何度も見かけたぞ。なあ、うん、君が付き合ってくれたおかげだよ。なんとか最後まで体力が続いて本当によかった。アルミンは前からすごいと思ってたけど、今日はいつもより大きく見える。ああ、やっぱりアルミンはすげえよ。しかも今までの何倍も頼もしく見えるぜ。そうかな。君には本当にたくさん協力してもらったね。どれだけお礼を言っても足りないくらいだよ。君のようないい仲間がいてくれてよかった。僕みたいな貧弱な奴が兵士になったところで何もできないんじゃないかって悩んでたけど、自分の強みを生かしていけば何かできるんじゃないかって、この演習をやりながらそう思えたんだ。今回は君に頼ってばかりだったけど、次は僕のことも頼ってほしい。きっと役に立ってみせるから。俺とミカサはもともとお前を頼ってるとこあるけどな、これからもみんなで助け合っていこうぜ。うん、そうだね。僕ももっと頑張るよ。僕には何ができる。やあ、おお。来たな。じゃあ、今日の訓練を始めるか。どうした？俺の顔に何かついているか？そうか、顔に出ちまってたか。兵士としてやっていくなら、命を懸けることだって何度もある。
覚悟してたつもりなんだが、何人もの仲間が大怪我したり死んだりするのを見てきた。俺自身何度も危険な目に遭った。このペースじゃあの世まであっという間だ。兵士をやるってのはどうも体より先に心が削られるみてえだ。ああそうだな、俺がこんなんじゃ不安になるよな。いずれにせよここで折れるわけにはいかん。俺はいつか帰れなくなった故郷に帰るんだ。前に話したことがあったが、ウォールマリア南東の村だ。諦めたら帰れなくなっちまう。すまん、つい話し込んじまった。いい加減訓練に戻らないとな。少し考えたんだが、今日の訓練では精神面を鍛えてみないか。例えばいつも平然とした顔をしてるあいつに訓練に加わってもらったら参考になると思うんだが。あ、その通りだ。ミカサのことだ。お、ちょうどいいところに。おい、ミカサ！わかった。私でよければ協力する。心を鍛えるには、対人格闘術がいいと思う。自主訓練なんて二人とも偉いね。私も参加したいな。なら四人でやろう。クリスタはライナーと組むといい。私があなたと組もう。な、ちょっと待てミカサ。私じゃライナーにかなわないと思うけど、兵士として全力を尽くさなきゃ。行くよ。クリスタに怪我させちまいそうで反撃できなかった。手を借りる相手を間違えたな。お前本気か？せめて判事分隊長あたりにしておかないか。この前相談された件だけど、訓練兵団のキース教官に助言をもらってきたよ。こう言ってたね。奴ら訓練兵を卒業しておいて何をふぬけている。仕方ない。まずブラウンには十分な実力がある。だが率先して危険な役回りを引き受ける傾向がある。これは状況によっては短所となるぞ。なぜ仲間を頼らん。もう一人のやつだが能力は上位10名に劣っていない。また他人の技や能力をうまく吸収する力がある。ただしそれを生かしきれておらんのが短所だ。奴らは共に無能ではない。卑屈になっていては生き残れる者も生き残れんぞ。ふん、以上だね。お手数をおかけしてすみませんでした。教官にまで連絡を取ってくださりありがとうございます。あの教官にあんなことを言ってもらえるとはな。よし、今度一緒に兵団の任務に志願してみようぜ。任務で特訓の成果を示してやる。成功すればもう弱気になんてならずに済むはずだ。